遊び足りないなら音に乗れバウンス。こんにちは。今までの月末強化で一番の緊張です。無事に終わることを祈ります。それでは、3月の月末評価を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず寺尾光進くん、よろしくお願いします。はい。こんにちは、寺尾光進입니다。今日は韓国で初めて하는월말평가입니다。여러분들、저는멋있다요、멋있다요。잘부탁드립니다。過ぎ去っていた、怖かったんだ、あの日君に連れられるまでは。名前はレオ、名前呼んでよ、君がつけてくれた名前だから。嬉しい時も悲しい時も、そばにいると決めた大事な人。続いて福田瑛太くん、お願いします。こんにちは、저는福田瑛太입니다。요즘한국어를읽는것이바라졌습니다。의미는모르겠어요。今日は皆さんにいいものをお見せできるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。아사실오늘마음속으로는뭐라고많이해야되겠다라고생각하고왔었거든요뭐라고많이해야되겠다라고생각하고왔었거든요그런데여러분들하는거보니까그런마음이좀많이사라졌습니다낯선 곳에서낯선환경에서이만큼해낸것자체는대단하다라고생각하고근데여러분들이생각하는여러분들의기준을좀많이높여줬으면좋겠습니다어제보다우리가나아진건사실이지만우리가하고자하는거에비하면많이부족한것도사실이거든요그래서앞으로연습할때는자기목표를높게잡고좀더열심히하는그런앞으로의トレーニング、그리고자기들의연습이되었으면좋겠습니다。光進くん、はい、問題として指摘されたことの一つが、ラップの際にも心の際にもちょっと声がこもるがちであって、こうきちんと伝わってないっていうところの方の問題点があってですね。今韓国で皆さんレッスンされてる先生たちがどういうような間を使ってるか分かりませんけど、
更新くんのそのこもる声っていうのが大きく改善されたんじゃないかっていうふうに聞きました。受け取ってそこは本当に僕の中ではですね、一つ大きな驚きに近いものだったのかなというふうに思います。言葉もいらないからまだ冷めないで、君がつけてくれた名前だから。まあとりあえずこんな感じでお疲れ様でした。ありがとうございました。続いて大久保なるくんお願いします。안녕하세요보조개는사랑의시작버튼시작버튼여러분여러분눌러볼래한국에와서처음하는월말평가예요오늘은잘부탁드립니다열심히하겠습니다測れるか人の価値燃えて灰になることはきっと同じ目元最大しメモ残す価値キャッシュオンリーじゃメモリのないもの差し金土曜は急がなきゃ歌いに行くのさきっとどこか心臓の中希望の言葉彼女はさせない貧乏のままあの日から俺は Never go back お前の分まで稼ぐバウラあの日から俺は Never go back 手に入れてくこの通り使い切って向かうぜ装置カムサミンダなさっそよ、ジャンボ団体3曲です。大変ねよリトムルタメ、ありがとうございました。続いて平本健くんお願いします。はい、안녕하세요저는平本健健이라고합니다좋아하는한국요리는닭갈비하고감자탕입니다감자탕입니다今日は韓国で初の月末評価ですごく緊張しているんですけど、まあリラックスをして練習してきたことを出せるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。朝から晩までぶち上がり俺ら Oh Way Body 宇宙ピテラ死ぬまで止まらず Running、yeah、くだらない大人の特殊仕方前髪より気にしらしもと仲間たちと遊ぶの仕事こんな奴らいないな絶対どこも見に行くファッションショー都市に当てねえ学のマンション紹介されどっかのタブ社長暴れすぎて取れる台も OK な忙しすぎ毎日起きながら飛んでいく北海道革命家でラップの松場所をかまして Way Mike For Sure Yes감사합니다이전보다그랩을하면서어떤제스처표정이런것들에대해서좀신경을쓰도록같이연습을했는데각자연습한것들을좀보여주는것에대해서좀표현력이좀좋아졌다는점뭐그런 부분에서일단은좀좋게얘기해주고싶고요그마이크사용하는게좀아직은좀많이미숙해보여요그래서각자들려줄수있는소리가충분히좀전달이좀되지못한점이부분에대해서는앞으로같이좀더개선해나갔으면좋겠습니다 네, 네ありがとうございました。一つ感じ取ったんですけど、こう皆さんが普段どれだけコミュニケーションをし合ってるのかっていうところが少しはちょっと気になりました。本当にこうそのみんなでそれこそ振りを合わせる時とかは一緒に踊っているメンバーや相手の振りにまでもですね目を配って
ってとか問題があった時の方にはきちんと指摘をするような習慣をつけるのはとても大事ですね。本当に理解してもっとコミュニケーションいっぱいするっていうのは本当大事ですね。ではありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。타국노래맞춰서춤도추느라이것저것신경많이썼을건데그래도힘든만큼또얻는게또나중에더큰게있을거니까힘들더라도잘이겨내고이번평가로어떤게부족했고어떤게좋았는지를스스로좀판단해서다음에또부족했던걸더성장하면좋을것같아요 네, 네고생했습니다감사합니다감사합니다これで3月の月末評価終わりにしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です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 。もうとにかくキム先生もジャンさんもおっしゃったようにその基準を高く持つっていうのがもっともっと上じゃないと、うん、まだ全然そうステージには立てないかなって今日改めて思ったのでもっとこれから頑張っていこうと思います。スキル的にもそのまあいろいろご指摘いただいたので全部レベルを上げていきたいなって思います。悔しい部分もそのいっぱいあるんですけどやっぱり、まあ、でもここで出したものがもうその自分の実力だから、まあ、言い訳はもうしないせず今の自分よりももっと上を見てこれから頑張っていきたいなって思います。なんかその一人一人の課題もそうだしその4月はもっともっとその自分たちも自分たちに自分に厳しくその仲間にも厳しくメンバーを思う気持ちっていうかその思う気持ちは多分みんな一人一人あると思うからその部分をしっかりその伝えることがまず大切だなって思いました。ちょっとパフォーマンスを보여줘야되는일이니까그래서랩할때자기표정이나동작이런것들굉장히어울리게끔할수있게끔신경을많이썼는데그부분에서연습한것들이좀적절하게좀표현이된것같아서앞으로더매력있는모습들보여줄수있겠다하는좀기대가됐습니다。사실보컬은이제음정이라든지리듬이라든지이런것들그러니까복합적인것들이너무많아서모니터가안되면쉽지않거든요그러니까익숙치않은거에서자기들을표현한다는게쉽지않음에도불구하고연습한것들이그래도반이상은나오지않았나라는생각이들어서꽤괜찮게봤습니다。사실이번에는그냥좀친구들끼리합을좀맞췄으면좋겠다생각했는데합은저번보다는좀많이나아진것같고저희가연습실에있을때보다훨씬좀텐션이나힘도떨어져있었고상당히좀기가죽어있는느낌개인적으로그래서아쉬워서다음달에더자신있게하는모습을보이려고하는노력연습을해야될것같아요。네、やばいな。なんか一人一人さ、悔しい部分があるじゃん絶対。とか悔しい部分とかあるし、できてよかったっていうか、この本番だからできたこともあるし。多分ナルたちの多分評価まだあれじゃん。なんかできるかなとか、とかでまだ見てもらってるから、お互いの関係っていうか、そういうのをしっかりしていきたいなと思う。まあ4人で話す時間も少ないわけじゃないし、そのまあレッスンとかいっぱい入ってその話とかできない部分もあるけど、その帰り道とかでもいいし、アドバイスっていうその部分とかで。そういうところできつく本気でぶつかり合えるのがいいかな、それぐらいまでチーム全体で上がっていけたらなって思ったね今日は、すごい、明日からまた練習が始まるので頑張りましょう、はい、お疲れ様、お疲れ様でした。